どうもエルザです。それではラストアスパート2やっていきたいと思います。さて病院に潜入して、バッタバッタ倒しまくってるところだね。G だまあまあでも普通にいるよね。ちょっと、でも2階は人いないって感じ、もしかして。いやでも頂上っていうか上にいるって言ったもんね。何ゾーンだここ。物資リスト、アルコール消毒型、骨内薬品注入キット。あれば何でも止血ね。ってことは、この辺りやっぱ、あるってことか。あとはサムっていう男がいると。サプリメントは48まで来た。ステルスキルちょっと取りたいけど、取りたいよね。ライフ取るかどっちかだな。テープないから使えない。もうさ、テープの重宝がさやばくて、殺傷率上がるから欲しいんだよね。ノラ、あんたなの？こっちではない。どこから侵入？あ、上か。いるね。物資をまとめてる。アビーがいたってこと？バカにすんなよ。あいつがどこに行ったか吐け。アイザックに何か聞かれたら、私は思ってること伝えるから。好きにすれば、ったくくだらない。ノラ、巻き添えはごめんだからな。仲間割れした。しかもあれだ、探してるアビーが裏切り者か。めっちゃサプリメントある、欲しい。ってことは情報はノラが知ってるって感じだね。でそこ入っていったが、いやちょっとやばくないか。他に2人いたぞ。さあ、なんで銃がこんなにあるのかな。開かない。反対側からロックか。静かに。それ置いて。覚えてるでしょ。何の用？アービーがいたよね。どこに行った？知らない。撃ったら銃声でみんなが集まってくる。でもあんたは殺せる。奴の居場所を言うなら逃がしてやってもいい。
見逃してあげたでしょ。そもそも初めからジャクソンに近づかなきゃよかったんだ。アビーはどこ？叫び声にうなされる？何？毎晩思い出す。そう、あいつは殺されて当然のクズ。ぶっ殺す！誰か！侵入者だよ！誰か！ああ、やっぱなんか因縁あるな。何かないかい？何かね、何かい？いや、ああ、逃がしたから？あ、すいません。それはすいません。追っかけます。はい。物資に目がくらんでしまった。お前待ってや、この野郎。逃げるな。逃げるな、卑怯者。おいっと。ああ、刀が欲しい。はい、この野郎。撃って！待て！そんな当たりたい。こっちか。待ちな！運動神経良すぎ。いかやばいやばい。あ、ちゃそもそも殺された理由を教えてくれ。武器を捨てろ。来ないで。お願いやめて。誰だ。銃を下ろせ。見逃してあげるから。なんか黙って。両手を上げろ。下がって。逃げ場はないぞ。待て。北に向かえ。しかも奉仕。ああ来たね。さあもう命はないよ。マスクつけな。なぜ電源が入ってる？どうでもいい。侵入者を探しな。まさか。なんでこんなことを。どうだっていい。とにかく村を救い出して侵入者を仕留めるよ。なあ、三つどもえだね。フリッカーにウルフに。それガスマスクいらないでしょ。左1枚、正面に3枚、4枚いるね。何がやばいってフリッカーがやばいんだよな。あの動いてない、多分あれは普通だね。左側にフリッカーいるね。これはバレた瞬間死だな。撃つなよ、絶対撃つなよ。お前フリッカーバレたらやべえぞ。あ
はい、いらっしゃい。このね、絶対音を立ててはいけない状況ね。矢は大事にしたい。あれ撃たれてたらね、ダチョウ倶楽部みたいな展開になってたからね。あっちのやつやばっそあっちのフリッカーなんで襲いに行かないのねえ。ちょっと話違うじゃんねえ、フリッカーさん、話違うじゃん。フリッカーさん、トラウマ回収機だよ、こいつは本当。はい、ありがとう。まあでもあのノラはもう生存は難しいね。吸ってしまった。そこフリッカーじゃん。そういうことね。はい、ご苦労さん。音がしなかったからバレてないと思ったんだけどね。考えが甘かったな。一旦 OK。 やっぱなんかあれだね、ワンからやってるから麻痺ってるよねじゃあちょっとね、特別に爆弾弓をお見舞いしてやるか。特になし。この先でもない。え、どこ逃げた。こっちか。いやーねー、フリッカーが本当おとなしいのは助かる。まあ最後暴れてきたけどね。あー、やっぶねー。ねえ、どこ行った。とりあえずサイレンサー付きにしておいて、多分ね、僕は全然画面見えてないんだけど、みんなはあれかな、画面見えてるんで、ちょっとライトはつけ消しさせてもらうわ。これ、やべえやつ出てこないよね、あの杖の。右側、あっちいるね。もう吸ってしまったからね。反対側か。この中いるね。
さ、ジョエルを殺した理由を教えてもらおうか。あとはアビーの居場所。ああ、感染してるね。もうやっぱ感染ってこんだけ早いんだよね。アビーはどこ？てるのに、あんた、あの時の、あんた、ファイアフライ、ファイアフライなんてもういない。あ、ファイアフライ出身？アビーはどこ？行ったところでどうせ私を殺すんでしょう。言えば楽に死ねるよ。それとも苦しんで死にたい？あの男がしたことで一体何人死んだか分かってんの？だからジョエルがどういうことなんだろう。友達を売るつもりはないね。そうか。うわ、殴らせんの？あ、でも、殴るしかないのか。あー、うわ、まだ押すの？一応その多分アビーっていうやつがジョエルを倒した犯人なんだけど、その時に同じに一緒にいたメンバーなんだよね。でも今の人がファイアフライ出身となると、ファイヤーフライの一部ということか。大丈夫？お前それ誰の血だ？見つけた、この水族館。そう、ほら、体拭こう。腕を上げて。口を終わらせた。ほら、もう大丈夫。
こにも行かないで。2年前か。ってことは、あの後尋問があったわけか。あれ、この病院は、この病院はあれだ、ワンの最後だ。これ覚えてるもん、壁の。あれ？ってことは？エリーもしかして確信に近づく？だってわざわざ来る理由ないもんね。いろんなもの置いてったんだ。何を探してる？自分に関する書類？なんでいなくなったの？いや、そういうことか。ジョエルが最後に殺す人が一人いるのよ。ねえ、その人がワンの時の話で言うと、エリーをファイアフライまで連れて行ってくれって託した張本人なんだよね。で、先に ここにたどり着いてて、で、エリーを届けたんだけど、まさか、命と引き換えに免疫を作るっていうのを知らなかったから、まあ、愛着っていうか愛情も湧いてしまって、結局エリーに嘘をつくっていう話になるんだけど、腫瘍は明らかに変異している。実験結果で我々の仮説を裏付けることができるか確かめよう。腫瘍、ってことは、ウイルスは脳か、まあ腫瘍なんだね。脳だね。いや、ラスアス2はちょっとワンの回収的なところもあって面白いね。途中こう、なんだろう、発売までの数年間の穴埋めがあるのがまた面白い。ザ・日本。いや、マジか。ってことは駐車場行くの？駐車場通るよね。ここの先だったっけ、入るの。そうだそうだそうだ。これ覚えてるもん。開けちゃうか。ってことは、ジョエルとあんまり話さなくなったのって、それも原因なのかな。なんか急にさ、ワンの最初ってジョエルと全然関係が良さそうな感じはなかったのよ。ファイヤーフライのバック。レコーダー。その時のレコーダーなんだ、あれ使ってたやつ。私はまだどっちに加わるか決めてない。私はあの男と女の子を追うって意見に賛成したけど、万が一あの子や他にも免疫のある人をこれから見つけたところで、どうしようもないって。ワクチンを開発できる人はもうこの世にいない。免疫のある人をこれから見つけたところで、
どうしようもない。これから見つけたところだ。どうしようもないって。ワクチンを。エリよかった。何考えてるんだ、真夜中に突然出てくなんて。なぜ黙っていった。書き置きだけ残されたら。教えて、ここで何があったか。また嘘をつくなら私は出ていく。もう二度と戻らない。でも本当のことを言うなら、それがどんなことでも、ジャクソンに帰る。ねえ、言ってよ、ジョエル。ワクチンを作っていたら、お前は死んでた。私に指一本触れないで。ジャクソンには帰る。でももう終わり。辛いね。あーいい、ダメだね。ワンしてたから。ちょっとさっきのシーンは来るね。そっか。まあ、ワンでしたこともだけど、ツーに入ってジョエルとの思い出もあって、いや、いかんねえ。
ディーナ、ジェシー、あれいない。大胆無敵。ほらジョエル、お気に入りでしょ。忍者あーそっか、じゃあ分かっててちゃんとジャクソン帰ったんだ。じゃあ、あの2年前から今に至るまで、あーってことはジョエルが確かに生きてないとその意味的なものはなくなるわけだね。自分を生かされた理由はジョエルがいることによって成り立ってたからね。いやー、デトロイト以来だわ。ディーナ、ジェシー、なんか嫌な予感するね。あ、なんか落ちてる。待てよ、なんか嫌な予感がするな。これあとつけられてたんじゃない、もしかして。それか、あ、いや、それだったら気づくよね、起きてね。あー嫌だな、これ開けるの。二人はどこだろう。いない。特にない。矢は作れないから、まあ行こっか。え？あいつ昨夜ずっと辛そうにしててさ。だったら起こしてよ。妊娠してる。そう。お前の気持ちはわかるけど、連れ帰らなきゃ。ここじゃちゃんと医者に見せることも。そのくらいわかってる。でもトミーを放っておけない。私のせいなんだよ。あんたが連れて帰って。お前抜きじゃ帰らないよ。トミー探すぞ。レーナを水族館に行ってみよう。トミーはアビーを見つけてない。だから先回りするんだ。ここにディーナを置いてって平気なの？そうしろって。そっか。じゃあ行くって伝えよう。俺は外で待ってる。わかった。
おはよう。鍵かけに来てくれる？わかった。出発だ。水族館は海岸沿いだろ？ならこっちだな。うん、この町にいると濡れてばっか。はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。まあ3日目突入して、まあエリーも実は免疫の話とか生きてる理由が分かったということだったんだね。ただジョエルはあれファイアーフライの残党に恨まれたっていうのでいいのかな。多分テープがそれだもんね。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。まあ、ノーカット版はメンバー限定配信でやっておりますので、よかったら見に来てください。それではここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。